今回は、2022年、村上宗隆の得意な投手ベスト3、苦手な投手ワースト3を紹介します。まずは得意な投手と苦手な投手の定義は、打率で判断します。しかし、2打数2安打と10打数9安打では、前者の方が得意な投手となってしまい、打数が少ない投手は打率が高くなりやすくなるため、今回は10打数以上の投手を対象とします。なお、例外規定のように、10打数未満でも不足分を加算します。遠投チャンネル。まずは得意な投手第3位。広島、床田博樹。昨年は8打数3安打、打率3割7分5厘。今シーズンも7打数4安打、1本塁打、打率5割7分1厘と相性が良かったです。10打数未満でしたが、3打数ノーヒットでも打率4割のため、3位にランクインしました。続いて得意な投手第2位。広島、森下正人。昨年は14打数3安打、打率2割1分4厘と苦手にしていましたが、今シーズンは17打数7安打、2本塁打、打率4割1分2厘と克服し、森下投手から通算初本塁打を記録しました。第1位、村上選手が得意な投手は、中日、小笠原慎之介。昨年は2本塁打を記録したものの、15打数3安打、打率2割と苦しみましたが、今シーズンは16打数7安打、3本塁打、打率4割3分8厘の成績を残しました。8月20日のバンテリンドームでの試合は、小笠原投手から2本塁打を放ち降板させました。SNS では神なんだから打たれても仕方ない、といったコメントもありました。続いて村上選手が苦手な投手、第3位は、DeNA、今永翔太。昨年は8打数4安打、1本塁打、打率5割と得意にしていましたが、今シーズンは10打数2安打、打率2割でした。続いて苦手な投手第2位。DeNA、大貫慎一。昨年は9打数2安打、1本塁打、打率2割2分2厘。今シーズンも16打数3安打、2本塁打、打率1割8分8厘と相性が悪かったです。さらに6三振は今シーズン最も多かった投手です。続いて第1位、今シーズン最も苦手にした投手は、DeNA、上茶谷大河。昨年は2打席しか対戦がなく、結果は1打数ノーヒット。今シーズンは11打数2安打、1本塁打、打率1割8分2厘でした。以上、2022年、村上選手が得意な投手、苦手な投手でした。苦手な投手は全て DeNA の投手でしたが、チーム別の打率は3割3分3厘と、特に DeNA は苦手にしていませんでした。このチャンネルはスワローズ特化のチャンネルなので、遠投の皆さんは、ぜひ何らかコメントして盛り上がってください。それでは最後までご視聴、ありがとうございました。